サッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、それがキックオフサンイン。鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げます。今週も始まりましたキックオフサンイン、ナビゲーターの岡村翔子です。サンインのサッカーにまつわるさまざまな情報をお届けする番組でございます。サッカーが好きになること間違いなしですよ。まずはこちらです。ハイライト J3 リーグ第14節、ガイナーレ鳥取はアクシスバードスタジアムでのホームゲームを迎えました。この試合のエスコートキッズにはバードサッカースクールの子どもたちが参加、選手と一緒に入場しました。今季ホーム戦初勝利をかけて、この時点で最下位のギラバンツ北九州と対戦します。ガイナーレ鳥取のスターティングメンバーはこちら。左サイドバックに移籍後初出場となる飯泉が入り、重松がワントップというオーダーです。グリーンのユニフォーム、ガイナーレ鳥取、前半戦は田中を起点に攻撃のチャンスを作ります。さあこの裏を狙ったボール、田中を狙って、その田中落とす、中央へ来てのシュート、よく防いだ吉丸。最後は足に当たって軌道が変わったでしょうか。このプレーです。田中から後ろダイレクトで富樫が打っていって、やっぱり当たってますね足に。前半40分、コーナーキックを獲得。ここもショートコーナーを、いやちょっと出して上げてきたボール、ファーサイド、ポストに当たったか。このセセからのボール、ふわっと浮かせてファーサイド、これが触ってますね吉丸が。さらに前半44分、逆サイドの牛の浜、収めて後ろへ落としてシュート、まだある、いや惜しいシュートだった、よく止めた吉丸。鳥取牛の浜収めた後、後ろから重松のシュート、さらには富樫も迫っていましたが、対応していたのは6番村松浩太。キーパーのファインセーブに阻まれ、ネットを揺らすことはできません。前半を終わって0対0で折り返します。後半に入ってもガイナーレの攻めの時間は続きます。富樫のシュートは枠を捉えることはできません。ここまでシュートのない北九州は後半32分、長野が最後振り抜いたボールは右のサイドネット、ただ北九州今日初めてのシュートを打ちました。その後もお互い決定打にかけ、試合は0対0のままアディショナルタイムへ突入。前鈴木が対応していきます。先ほどやはり23番の坂本翔に対してのイエローカードでした。さあ11番の長野からファーサイドのシュート、決めた北九州、アディショナルタイム。26番はキャプテンの田田涼介、北九州のサポーターに対して駆け寄ります。11番の長野から最後8番田中が外れた、そしてしっかりと叩き込んだのが26番、キャプテンの田田涼介、今シーズン初ゴール。最後まで諦めないガイナーレはここで永井と優馬を投入、ラストプレーにかけます。このパワープレーどうにかしてものにしたい。さあここを残せるか、一
歩を弾き出したい。さあゴール前、田村もう一度ここから打っていった。最後はどうだ、ユーマに当たったか。ここで試合終了のホイッスル。0対1で敗れたガイナーレ鳥取、またしてもホーム戦での初勝利を飾ることはできませんでした。成績不振を理由にガイナーレ鳥取はこの試合をもってのキン・ジョンソン監督の解任を発表しました。合わせて増本晃平ヘッドコーチが監督を務め、暫定的に指揮を取ることが発表されました。ガイナーレ鳥取の第14節終了時点での成績は3勝5敗6分けとなっています。絶品のスタジアムグルメをご紹介、スタグル。ガイナーレ鳥取のホーム、アクシスバードスタジアムのグルメエリア、チーズデリ。ご飯物からスイーツまで様々なメニューが揃っています。さあ今回ご紹介するお店はこちら、ベルフルです。こんにちは。こんにちは。さあこちらではですね、すごくいろんな商品取り扱ってらっしゃると思うんですけれども、はい、今日おすすめしていただく商品は何でしょうか。スタジアムドッグといいまして、ホットドッグ、気軽に食べれるようなものということで、まあ、手軽な価格でということでさせていただいてるんですけど。おいくらでされてるんですか。350円です。350円、はい、スタジアムグルメで350円って結構お安いですね。手頃に食べれるものっていうところで、まあ、考えたんで、まあ、その辺がまあ妥当かなと。試合観戦片手でもないけますね。そうですね、ワンハンドで。そうですね、うん、はい、じゃあちょっとそのスタジアムドッグお願いします。はい、ありがとうございます。大きめの粗挽きポークソーセージを鉄板で焼きます。それを鳥取県産のレタスとともにパンで挟み、ケチャップをかければ、スタグルの王道ホットドッグの完成です。さあそれではスタジアムドッグいただきます。お安いのにめっちゃでかくないですか。すごい、すごく大きいです。ではいただきますよ。ソーセージパリパリだ。おいしい。パンがしっかりめの食感で、なんか食べ応えがありますね。で、このソーセージがもうパリパリでジューシーで、そこに新鮮なレタスとケチャップですよ。もうこの定番のザ・ホットドッグっていうのがもう最高に美味しいですね。うまい。いやもうこれで腹ごしらえをして、試合中の応援もさらに力が入りそうです。ガイナーレ鳥取の選手の素顔にとことん迫るこのコーナーです。今回は重松健太郎選手です。東京都出身、今シーズン蒲田マーレ讃岐からガイナーレ鳥取に移籍。正面胸コントロール、重松のシュート。攻撃の要となっています。さまざまなクラブを経験されていますけれども、はい、このガイナーレ鳥取はどうですか。いろんなクラブ経験されて印象というか。すごく雰囲気はよくやれてる、今まで行った中でもいい方というか、まあ、一番いいぐらいだと思います。あ、はい、そうなんですね、はい、もちろんタムも筆頭に、ユージだったり、まあ、ケイタ君も盛り上げてくれますし、僕そういうタイプじゃないですけど、みんな喋ってくれてすごいやりやすいです。重松選手、こういったインタビューがすごく嫌だという話をお伺いしております。はい、今日も正直受けたくなかったですよね。はい、言うんすね。はい、聞いてみようかなと思いまして。とにかく人前で喋るのが苦手だという重松選手。ガイナーレの選手を全員インタビューしていくこのコーナーじゃなかったら、出演は実現しなかったかもしれません。
ここからは頑張って答えてくれる重松選手を温かい目でご覧ください。試合に勝つため、はい、また活躍するためになんかジンクスとか試合前必ず何かこうやろうかなって思っていることとかってありますか？ないです。ない、はい、神頼みとかもじゃあもうほとんどない感じですか？神頼みはないですね。なんか得点王になるとか怪我しないとかなんかそういう近いもちろん運というか、はい、ボール転がってくるっていうのはそれは神頼みか分かんないですけど自分の前にボール転がってくるっていうのは運だとも思うんですけど、まあ、それも準備だなとは思ってるんで あんまそういう感じはやってないですね。サッカーの道具バイクですとかのウェアですとかそういったののこだわりとかっていうのはありますか？スパイクとかはアイアスずっと履いてるんですけど、うん、だいたいスパイクって1年を通してどれぐらいもう履けなくなっちゃって変えられるものなの？1回で壊れちゃうこともある選手もいっぱいいると思うんですけど僕全然壊れないんで普通に試合用とかだけでも5年とか持ったりもするんで結構前のスパイク履いてます。逆にその5年間ぐらいずっと試合で使われててそれが壊れてしまった時ってすごくこうフィットさせるのに大変じゃないですか？スパイクあんま大丈夫です。足の痛いとかあんま靴ずれとかあんまりしないですね。そうなんですね。髪型とかなんかそのヒゲとかでこだわりとかってあったりするんですか？いやずっとちっちゃい頃から髪長いことが多くてこれぐらいというかでヒゲ生やしたのも23ぐらいなんですけど楽なんで。あ、もうその剃るのが肌荒れとかもしちゃうの嫌なんで。あ、はい、肌荒れ、はい、重松選手をいじりたい田村選手からこんなタレコミが。健太郎くんは顔があんな感じなのにめちゃくちゃ喋るし優しいというタレコミが来ておりますが、いや喋りますよ別にこういうところで喋るのが苦手なだけです、はいはい、さらにこんなタレコミも。プライベートが謎っていうタレコミが来てます。もう本当に NG なんですか？ NG じゃないですけど。NG じゃないですか。謎にしといてくださいチームメイトの皆さんにもあんまり言わないんですか？言う聞かれたら言いますけど。お、聞かれたら言うこと言わないことありますもんね。そうですね、大体言わないです、ね、俺は秘密ですって言うっすその時は、あ、オッケーオッケーってみんなもそれはそれありますね。だからみんなもうそこから突っ込まないですね、それ以上は。それ以上はもうこれ、あ、これ聞いても答えてくれへんやつやって分かったらもう答えないですね、はい、答えないと思う。ではここでビヨンドクエスチョン。ガイナーレ鳥取の今年のスローガンがビヨンド、超えていくということで、重松さんが去年までの自分を超えたいことについて教えてもらいます。サッカーについてどうでしょうか？怪我することがあったんで今年は怪我せず1年戦い抜きたいなと思ってます。怪我の経験から、はい、例えば家になんか何でしょうね、こう器具を買ったりとか、はいはいはい、なんかそういったことってされたりするんですか？プライベートな質問ですね。あ、それもプライベートになっちゃいますか？ダメですか？あります。サッカー関連、はい、そうですね、一応あるにはあります。じゃあまあそういったものでケアをしっかりとしながら。そうですね、はい、毎日そんなすごいやってるだけじゃないですよ。重松選手、苦手なインタビューにお付き合いいただきありがとうございました。ここからは私ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えします。 GO! 広報部。ガイナーレ鳥取にまつわる耳寄りの話、意外な話など選手や試合以外の話題をお伝えしていきます。今日の企画はこちら、
今度の試合はナイターゲーム。来る7月1日土曜日、 FC 大阪との対戦はアクシスバードスタジアムでのナイターゲームです。ナイターゲームが始まると夏が来たっていう感じになりますよね。ナイターにはデイゲームとは一味違ったいいところがたくさんあります。なんといっても涼しい、そして日焼けの心配をせず思いっきり応援できます。そしてこの日は様々なイベントもご用意しています。まずは2023 J リーグシャレンアウォーズの表彰式を行います。ガイナーレ鳥取の復活公園遊びと芝生の生産事業シバフル、この2つの社会連携活動がつながった取り組みが2023 J リーグシャレンアウォーズにおいてファンサポーター選考賞を受賞しました。これを受けまして J リーグよりガイナーレ鳥取および一緒に取り組んできた共同者の皆様へ表彰が行われます。また昨年に引き続き鳥取市医療看護専門学校のご協力のもと、バックスタンド側イベントエリアに健康チェックブースが登場します。小学生以下はキッズアトラクション、中学生以上の方は柔軟性チェックなどができます。照明に照らされたスタジアムでの試合はデイゲームとは違った魅力があります。ぜひ一度お越しください。以上、ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えしました。もう一度改めてお伝えします。2023明治安田生命 J3 リーグガイナーレ鳥取の次の試合は FC 大阪と対戦します。7月1日土曜日午後7時キックオフです。皆さん一緒に応援しましょう。さあ、ここまではガイナーレ鳥取の話題を中心にお伝えしてきましたが、山陰にはサッカーに情熱を燃やす人たちがまだまだたくさんいらっしゃいますよ。ということで、躍動山陰サッカー。高校総合体育大会、いわゆるインターハイの女子サッカー鳥取県予選が5月28日に行われました。ピンクのユニフォーム鳥取城北高校対紫のユニフォーム鳥取東高校の対戦です。ルールは男子サッカーと変わりません。前後半35分ずつの計70分、延長戦は前後半10分ずつの計20分です。前半4点を決め、勢いに乗る鳥取城北は後半にも2点を追加。強さを見せつけ6対0で圧勝しました。鳥取城北高等学校第1チーム、優勝した鳥取城北高校は第12回中国高校サッカー選手権大会へと駒を進めました。続いてはシニアサッカーの話題です。 JFA 第22回全日本オーバー50サッカー大会、その中国地域予選会が4月29日30日の両日、鳥取県のドラドラパーク米子球技場で行われました。中国5県の代表チームがトーナメント方式で戦い、優勝チームが全国大会へと出場できます。試合は赤のユニフォーム島根代表の松江 FC ダンダンと、緑のユニフォーム鳥取代表の米子レッドスターズとの山陰対決です。ルールは前後半25分ずつの計50分、一度ベンチに下がった選手も再び出場することができ、何回でも交代が可能です。これは年齢による体力を考慮しての措置です。試合は緑の米子レッドスターズが押し気味の展開。もう一回、米子が
ゴール前にロングパス。こぼれたボールを押し込んでネットを揺らします。このゴールを含め米子は前半に3点を奪い折り返します。後半、松江 FC 団団はゴールを死守しながらチャンスを伺います。そしてゴール右側にシュートが突き刺さります。1点を返しますが、残念ながら反撃もここまで。その後米子が1点を追加し1対4で米子レッドスターズが勝利しました。個人的ですけど今年初めて参加させていただきました。いろんなチームがいる中で松江のチーム、島根のチームは、実力が足りなかったりとか、チームワークがあったりとかありますけども、来年、再来年に向けて、みんな体を鍛えて健康に、これをサッカーを機に楽しんでいきたいと思いますので、また来年もよろしくお願いいたします。シニアサッカーの魅力を教えてください。はい、まずはですね、健康であること。で、人に勝るためには、一生懸命、自分が一生懸命、体を鍛えることです。最終的な順位はご覧の通り、優勝が広島フォーティーズ、準優勝が米子レッドスターズ、3位山口ダックスサッカークラブ、4位陵水シニア50、5位松江 FC だんだんという結果でした。鳥取チーム監督の山上さんです。今大会通じて、いかがだったでしょうか。今回は3勝という形ではあったんですけど、非常に選手がよくやっていただきました。あと広島っていうやはりね、非常に素晴らしいチーム、そこに勝つことができなかったので、来年に向けては今の選手が中心となりますので、また一からチームを作り直して来年はぜひとも全国に行けるよう頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。広島フォーティーズが出場を決めた全国大会は静岡県藤枝市で昨日から始まり、明日月曜日まで行われます。ここでお知らせです。キックオフ参院では皆さんからのサッカー動画を募集しています。試合中の好プレー、珍プレーですとか、あとはリフティングチャレンジ、さらには可愛いちびっこのサッカー動画などなど、皆さんの楽しい動画をお待ちしています。送っていただいた動画はこの番組内で紹介します。応募方法など詳しくはキックオフ参院の番組ホームページをご覧ください。皆さんからの楽しい動画たくさんお待ちしていますよ。サッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組キックオフサイン。来週も鳥取、島根のサッカーを全力で盛り上げていきます。お楽しみに。